ニューヨーク市地下鉄 T 系統は、ニューヨーク市地下鉄 B ディビジョンにおいて運行が予定されている系統である。二番街線各駅停車とも呼ばれ、その名の通り IND 二番街線を走行する予定で、系統カラーは二番街線ラインカラーと同じ、ターコイズブルーとなる。二番街線は建設途中で、建設の第一段階として2017年1月に、 完成した63丁目駅96丁目駅間のみの運行に止まっている。しかし、同区間を運行中の系統は N 系統と Q 系統、R 系統のみであり、T 系統は72丁目駅からハウストンストリート駅までの建設3段階目の区間が開通する際に運行を開始する予定である。なお、 本項目では1916年6月24日から1968年まで運行されていた BMT ウェストエンド線の T 系統及び TT 系統についても解説する。ニューヨークの地下鉄において T 系統という系統名は BMT ウェストエンド線を走行していた列車に対して付けられていた。この BMT の T 系統は1916年6月24日に 運行が開始され、運行区間は、BMT ウェストエンド線18番街駅、ナッソーストリートループ線、BMT ナッソーストリート線、チェンバーズストリート駅間であった。なお1ヶ月後の1916年7月29日に、ウェストエンド線側の終点が25番街駅へと、延長されている。1年後の1917年9月4日、BMT の新線である。 ブロードウェイ線の建設第一段階目の区間が開業し、TK 等は14丁目、ユニオンスクエア駅へ向かった。先日のチェンバーズストリート駅行きの列車は、途中経由するナッソーストリートループ線の建設途中の区間が開通するまで運休されていたと言われている。九百十八年一月十五日には、ブロードウェイ線の延伸に伴い運行区間をタイムズスクエア駅へ 延長、1919年7月10日には57丁目から7番街駅への一部時間帯のみの延長運転が開始された。ナッソーストリートループ線は1931年5月31日に全区間が開通、平日の午前と午後及び土曜日の午前に、ベーパークェイ駅もしくは62丁目駅、モンタギュストリートトンネル、チェンバーズストリート駅、 チェンバーズストリート駅マンハッタン京南線62丁目駅、もしくはベイパークウェイ機間で列車の運行が開始された。1950年6月24日、土曜日の普通チェンバーズストリート駅行きを廃止。1957年5月2日には、すべての休行が57丁目駅行きとなる。1957年10月24日には、 深夜帯のチェンバーズストリート駅発の各駅停車がモンタギューストリートトンネルを経由しコニーアイランド駅に向かった。1959年5月28日にはコニーアイランド駅へと延長された各駅停車にとって変わられた急行列車が廃止された。この時点でチェンバーズストリート駅発着の各駅停車はモンタギューストリートトンネルを経由するようになった。 九百六十一年夏、BMT は r 二十七電車の運転開始とともに列車に対し、系統名を付与しこの区間を走行する、急行列車には T 系統、各駅停車には TT 系統の系統名が与えられた。九百六十一年一月一日に、ラッシュ時の T 系統は、アストリア駅へと延長運転が開始、九百六十二年四月二日までは、 土曜日のすべての列車もアストリア駅へと向かっていた。TT 系統は、コニーアイランド駅、チェンバーズストリート駅間の運転であったが、1961年1月1日の列車のみ、ベイパークウェイ駅、チェンバーズストリート駅間の運転であった。1962年4月2日以降 T 系統は、平日夕方と土曜終日57丁目駅に、TT 系統は、 夜間と日曜終日に36兆名機へと延長された。1967年11月26日に T 系統は廃止されたが、TT 系統は1968年まで運行され、最終的に IND6 番外線の B 系統に置き換えられる形で廃止となった。ニューヨーク市地下鉄の一部路線が経由するマンハッタン橋が一部期間閉鎖され、 その期間中 T 系統のルートを通る列車が運行されたが T 系統ではなく B 系統として運行された。マンハッタン橋の閉鎖されていた1986年4月26日から1988年11月12日のアイダ T 系統のサービスがほぼ完全に再現され、ラッシュ時にはアストリア駅へ夜間及び週末には57丁目駅へと 延長運転された。また、平日午前中の列車は、クイーンズボロプラザ駅へ向かった。TT 系統のルートは、M 系統が、BMT ブライトン線経由ベイパークウェイ駅から、BMT ウエストエンド線経由に、経路変更された際に再現された。2001年7月22日のマンハッタン京北線、B 系統は、BMT ブロードウェイ線経由の W 系統に、 置き換えられ、2004年まで旧 t 系統のルートを運行していた。TK 統のラベルは R32 電車と R38 電車の種別幕に白の円に黒文字で書かれている。また、TK 統はブロードウェイ線、六番街線、ナッソーストリート線経由でウェストエンド線を走行する列車に与えられている。 系統名であるため今後利用されることを考え R44 電車と R46 電車側面種別幕にも T 系統の案内が搭載されている。2000年代初頭の地下鉄2番外線の計画期間中に、または以下の事柄から T の文字を冠した2番外線の全区間を走破する列車を運行することを決定した。T 系統のカラーはかつて JFK エクスプレスでも使用されていた。 ターコイズブルーを採用した。ターコイズは2011年に年の色として選ばれたほか、カラーを決定した2000年当時は非常に高級な色とされていた。初期の計画通り t 系統は以下のように2番街線内完結で1地区内しか走らない列車となっている。2番街線。 建設3段階目が終了するとまず t 系統は125丁目駅からハウストンストリート駅までの間で運行を開始する。そして建設4段階目が終了すると終点をハノーバースクエア駅へと変更し全線を結ぶこととなる。t 系統はラッシュ時に毎時14本程度の本数を運行する予定とされている。 t 系統の運行が開始されると、ニューヨーク市地下鉄内において、シャトル以外で唯一一地区内で完結する列車となる。ありがとうございます。